サルチャク・カルカ・コレコビッチとかは、トゥバの政治家。トゥバ人民共和国の第二代人民、革命党初期長として1932年から1944年のトゥバ人民共和国の併合まで、また、トゥバ共産党第一初期として1944年から1973年まで、職務に就いた。サルチャクとかは、モスクワズルの東方勤労者共産大学で学んだ。 1929年に、トゥバ人民共和国の初代人民、革命党初期長であったドンドゥククーラルが、ソビエトによって逮捕されたのと同時に、東方勤労者共産大学を卒業していた5人のトゥバ人がコミッサールに任命された。彼らによって、ドンドゥクが行わなかった、中産主義的な政策の追求がなされていった。同年に、彼らはクーデターを起こし、 1932年5月6日に、ドンドゥクに代わってトゥバ人民革命党の初期長となった。サルチャクは、ヨシフ・スターリンに接近。1932年に、ドンドゥクが処刑された後に、トゥバ人民共和国の指導者となり、ソビエト連邦型の共産主義イデオロギーを導入、農業の集参化やチベット仏教のような、伝統宗教の抑圧を行った。クズルにある、 トカノ記念像1940年、ヘルテック、アンチマと結婚。1944年に、トゥバ人民共和国の併合が勧告され、同年10月30日に、ミハイル・カリーニンによって、正式に併合された。その後、ロシア・ソビエト社会主義共和国内のトゥバジチ州となった後に、1961年10月10日からは、トゥバジチソビエト社会主義共和国となった。 サルチャクは1973年に死亡するまで、トゥバ共産党、第一初期であった。アドルチャーヤー、History of Civilizations of Central Asia, Towards the Contemporary Period, From the MID, Nineteenth to the End of the Twentieth Century, ユネスコ、ISBN 9 7892 3103 9850。ありがとうございます。